ミオ山崎のオールナイトニッポンゴールド。それではここで一曲、歌を歌いたいと思います。どうしてもね、全国放送で元彼に文句が言いたくて、この歌を作りました。ずっと泣いてやる。それがあなたを引き止める一番の方法だから。新しい女ができたのも知ってるよ。どうせクッソブスでクッソ可愛くない女なんだろうね。ああ、そんなことが言いたいんじゃないのに。今までみたいに手をつないで、今までみたいに深くキスをして、今までみたいに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 。全部忘れちゃいたい。髪を切って写真も燃やして思い出のものも全部捨てたのに、なぜかあなたを忘れられないよ。ねえ、鍵返しに来てね。そしたら最後にしよう。ずっとずっとあなたを忘れられないの。それぐらいあなたを愛してました。
なたが大好きだったこのラジオの生放送、あなたが聞いていますように。結んで開いてでした。いかがだったでしょうか。はい、ちょっと歌ったらさ、もう一曲歌いたくなっちゃったんですよ。本当はね、一曲の予定でちょっと組んでもらってるんだけど、ちょっとディレクターさんに聞いてみます。もう一曲歌ってもいいですか。 OK、 いただきました。ということで特別にもう一曲歌おうと思います。マジアミ彼女のね、裏テーマになってる曲歌ってみようと思う。聴いてください。君の携帯見たことあるまま、番号を消してなかったんだ。ただの友達だよなんて、もしや私の話してないよね。ゆうたくんと手をつないで、ゆうたくんとキスをして、ゆうたくんに抱きしめられながら、ゆうたくんと一つになった人。私がいくら頑張っても仲良くならない人。私がいくらいくら頑張っても仲良くならない人。私が一生好きになれない人。それがゆうたくんの元カノ。確かに私元カノより一緒にいた時間短いけど、比べる必要なんかないし、負ける要素なんて一つもない。ゆうたくんを愛する自信、私の方があるよ。今日も最学も真逆、本当はどっちがタイプの